今日の伊藤孝恵チャンネルは衆議院選の姉さん事件です。懐かしいでしょ。私ホテルっていうドラマ大好きだったんですよ。高嶋政信さんの姉さん事件です。あれです。衆議院選の最中、たくさん事件がありました。選挙戦ってね、毎日事件が起こるんです。いろいろね、重たいものから面白いものまでいろいろ事件があります。結構私も一番最初に選挙に出た時に私すごいテンパなんですよ。だからこんなカチカチに固まってるんですけど、選対の方に、すいません、もうちょっと病院行きたいですわって言ったら、美容院を病院だと聞き間違えられて、どこが悪いんだ、大丈夫か、これが相手陣営に知られたら大変なことだぞとかって言って、大騒ぎになったことがあります。あ、違うんです、病院じゃなくて美容院なんですって言って、2回目の選挙の時はね、パンクさせられましたよね。私が乗っているまさにそこのタイヤが3回も連続パンクするってね、高速道路走りながらパンクするって、これ本当ね、犯罪ですよ。今回も姉さん事件です。1、父と大喧嘩。ですね、伊藤事務所秘書さんは皆いろいろな愛知7区ですとか愛知16区ですとか一生懸命そこで、働いてくれておりますので、私は基本電車で移動するんですけども、どうしても電車で行けないようなところはうちの父が、昭和21年生まれの父が運転手をしてくれておりました。うちのお父さんね、大活躍なんですよ。やっぱりボンクレ正月って秘書さんにも家族と一緒にいてほしいので、ボンクレ正月の予定の時はうちのお父さんが私の随行をやってくれるんです。これはもう風物詩になっていて、元旦とかの仕事の時とかね、うちのお父さんに缶コーヒーを買って待っててくれる人まで最近いるという、そういうこう温かに迎えてもらえるうちの超マイペースな父ですけども、今回のマイペースはね、シャラにならなかった。公示日10月15日ですね、日野サリア候補の出発式、朝の出発式は間に合ったんです。夕方の出発式、大府駅で6時半から開式、そして私は、冒頭3分間で挨拶をしたら、すぐに44分の JR に乗って、そのまま上京して8時57分に東京に着いて、9時からゴーゴー国民ライブをやるっていう、この時点でもうアウトなんですけどもこれどうするの、どこでもドアないし、豊田市から大府駅に向かう時に、私がちょっとお父さんここから高速乗ってって言ったんですよ。そしたらうちのお父さんが、でも俺もう道もめっちゃ知っとるでって、この道シューッと行ってパーッと行くとシャーッとなるでとかって、いやでも高速乗ってってっていうのに高速代もったいないがねって言って、下道で行ったんですよ。そしたら大渋滞、もうね、ほんだから行ったがねって言って車の中で大喧嘩ですよ。で結局もう絶対に間に合わないと、でこっちも間に合わなく東京もねなってしまうので、途中でもう車もバーンって降りて、名鉄で名古屋駅に行って、その名古屋駅から新幹線に乗って、ゴーゴー国民ライブは遅刻せずに済んだんですけども、もういいわ、もうお父さんにも随行やってもらわんとかって、私があまりにね怒ったもんですからね、父親に運転手やらせといて、本当にねどういう娘なんですか、親の顔が見てみたいなんですけども、お父さんは河合さんとかに、なんかもうただめちゃ怒っとるもんって言って落ち込んでたらしいです。お父さんごめんね。でもね、やっぱりね、日野サリアのやっぱ出発式に穴を開けるなんて、もうこれはねあってはならないことです。もう本当に申し訳ありません。と2番目、乗り換え地獄と書いてあります。地獄とか言ってあれですけども、鈴木義弘さんの応援に埼玉県三郷市に行ったところから移動、浅野聡候補の茨城県日立市に行った時です。私ね、お伝えしてなかったかもしれませんけど、極度の方向音痴で、特に乗り換えが複雑なのがもうダメなんですよ。本当にね、
自分でももう情けなくなるぐらい乗り換えが苦手でして、この時はですね、武蔵野線だったかなに乗って、でなんか、なんかなんとか線に乗り換えて、また特急なんとかに乗って、またなんとか線に乗ってとかって、もうなんだろう、本当にめちゃくちゃ全集中で乗り換えをしているはずなのに間違えたんですよ。ということで、少し到着が遅れてご迷惑をおかけするというですね、もう本当に私は最低です。そして3回目、一番やってはいけないあれをやってしまいました。田中健候補の応援演説に行った時の出来事です。まあね、選挙中ってあのやってはいけないいろいろあれがあるんですよ。例えば破ってはいけない、破れるっていうのでね、縁起悪いでしょ。それから落ちてはいけない、落としてはいけない、まあね、選挙に落ちる、まあ候補に落とされるとかね。ということで、もう絶対やっちゃいけない縁起の悪いあれを演説で、もうあの熱が入りすぎてしまって、もう金ちゃん素晴らしいんですよって言ってズコって落ちるっていうね、もうやっちゃったって言って、しかもね、私多分ね、あ、すいません落ちちゃいましたけどみたいな、落ちたって私今言わなかった、もうちょっとね記憶が飛んでるんですけども、これを実績と言わずして何と言うんでしょう。ライバルに伝えてください。ちょっと今興奮して落ちました興奮して落ちました、すいません。やっぱりね、興奮して落ちましたすいません。でもね、田中陣営温かいですよ。普通はね、あんなとこで落ちて、あんな縁起の悪いことをやるね、弁士なんてもうどこのドイツだけしからんとかって怒られてもしょうがない、本当に大問題になっても仕方ないのに、あの今日は来てくれてありがとうねって言って皆さんが温かく送ってくださいました。本当にあの素晴らしい皆さん、申し訳ありません、ありがとうございました。さらに、マリオン姉さん事件です。国民民主党の政策ターゲットって書いてあります。これね、私今回あの広報、まあ、広告等をやっていたものですから、例えば我が党の外国人土地取得規制法の、まあ、広告ターゲットとかを設定するんですけど、男性向けの広告として、まあ、セットしてしまっていたんですけども、なんとうちの母曰くですね、この政策バナーが一番、その近所のおばちゃんたちとお茶飲むときに話題になったって言うんですよ。って外国人土地取得規制法ですよ。というのも、いつも見ているあの昼間のワイドショーで、昨今水源地付近の土地をね、じゃああの外国籍の方々が、外国籍の企業が買っているというニュースや、すごいタワマンができると、その最上階は実はみんなあの外国の方が買っているっていうの等がワイドショーでやってると、まあ、そういうそのニュースを見るにつけ、この法律がすごく大事だというのが分かるというようなことを、うちの昭和26年生まれの母から聞いて、うわーと、私は本当にセンスがない、こういうちゃんとあの人たちに話を聞いてから、やっぱり広告のターゲット設定をすべきだったなと思ってですね、これはもう反省として、反省という事件です。それから最後、売れない実力派地下アイドルがって書いてあります。まさに姉さん事件です。国民民主党、この度大変多くの皆さんに、ご期待をいただき、まあ売れない実力派地下アイドル、あ、実力派がついているのは玉木代表だけですよ。私はその実力がついてない方というふうに、まあ、古川元久衆議院議員に言われたわけですけども、まあ地上に出れたのかな、出れてないような気もしますけど、私あの玉木代表と最終日の朝、あのこうメッセージをし合っていて、2人で最後の日、私たちは何を語るべきだろうかという相談をしていた時に、国民民主党をあの決闘した時の決闘大会で、カエル演説というのをね、あの考えました。イソップ寓話でね、3匹のカエルのお話があります。ミルク壺に3匹のカエルが落ちてしまった。
1匹目のカエルは、ああもう落ちてしまった、もう終わりだ、ダメだと言って悲観的になってミルクの中に沈んでいってしまった。2匹目のカエルは、まあ落ちちゃったけどなんとかなるっしょと言って、楽観的にいたら、それもまたミルクの中に沈んでいってしまった。3匹目のカエルは、落ちてしまった、何ができるかわかんないけど、とにかく手も足もバタバタ動かして自分ができる最大限のことをやろうともがいていたら、なんと足元のミルクが、これはバターになって、それが足場となってミルク壺の中から出られたというようなお話です。まさに何でもやろうと言ったのが国民民主党の結党時、そしてバタ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 していたこの時間、その時間が今、もしかしたら足元がバターとなって壺の中から出られるかもしれない、まあ、そういう時期になったかもしれない、まあ、ここからです。我々何も成し得ていないから、ここからお約束した政策をどうやって実現していくのか、それこそがミルク壺の中から出る挑戦そのものであります。で、今回ですね、いろんな方から本当にゴーゴー国民ライブ等でアイデアをいただいて、それを広告にしたり、それを SNS の発信をしたりしていて、やっぱり頭脳ってこの政治家の頭の中だけじゃない、アイデアってこんな私たちだけの狭い空間で話し合っていたって何にもならない。やっぱり頭脳は、知識は、アイデアは、ヒントはやっぱりこう公の中にあるということで、これぜひやってみたいんですよね。最後、市民参加型公共政策プラットフォームジョイに学ぶというふうに書きましたが、これ台湾にある、このプラットフォームです、みんながこういう法律があったらいいなというのを書き込むと、5000いいねがあったら、政府は、台湾政府は何かしら指揮者をつけて検討して、それを国民にフィードバックしなきゃいけない。そこから実際に本当に法律が生まれていたりします。そして多くがまだ選挙権のない15歳前後の子どもたちからの意見であったり、もちろん65歳、付近の方々からの意見も多かったり、とにもかくにもこういう国民からのアイデア、知見に対して、真摯に検討して、そしてフィードバックをしていく、それを政策にしていく、法律にしていく、まさにこういうことを今回体感をいたしましたので、こういった政策の作り方、まさに、来たるべき参議院選に向けてですね、こういう試みもしていきたいなというふうに、思った次第です。今日の伊藤孝恵チャンネルは、衆院選における姉さん事件です、お伝えしました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価、グッドボタンお願いします。